第22回イスラエル議会総選挙は2019年9月17日にイスラエルで行われたクネセト議員の総選挙である。2019年4月に施行された総選挙の結果、ベンヤミン・ネタニアフ率いるウハイオトりリクードとベニーガンツ率いる中道連合青と白はいずれも35議席を獲得。青と白は 左派勢力と協力しても過半数に達せず敗北を認め、一方の与党勢力はリクードと提携してきた右派宗教小政党が内閣継続の鍵を握っていた。しかしながらユダヤ教調整党派への徴兵をめぐって意見が対立し、新内閣発足を断念、再選挙を実施することとなった。2019年4月に実施した総選挙後、 大統領のルーベン・リブリンはネタニヤフに組閣を要請した。ネタニヤフは5月末までに組閣すべく、右派、宗教政党を軸とした与党形成に取り掛かった。しかし、右派政党、イスラエル我が家との交渉において、元国防省のアビグド・ール・リーベルマンは、超政党派学生の兵役免除を撤廃する法案の成立を求め、超政党派政党は、 法案成立に反対していた。また、ネタニヤフは、左派、労働党や中道新党の、青と白に、政権三角への協議を要請するも、ネタニヤフへの汚職疑惑や、閣僚の面積特権を付与する、法案への反対から、両党は、政権三角を拒否した。5月28日、内閣不成立に伴う、クネセト解散法案を上帝、第1読会を通過した。 法案提出の意図は、右派、宗教勢力へ、期限内合意を迫るとともに、中道、左派勢力の結集と大統領の組閣要請を防ぐ、ことであった。5月29日夕方、内閣府は組閣交渉が不成立となったと公表。その日の夜から翌30日の朝にかけて、解散法案は、第2読解を通過、第3読解で賛成74、反対45。 欠席1で成立した。ありがとうございます。